西部の松井和夫監督48が26日のオリックス戦ベルーナ D を最後に休養に入ることが26日発表された28日の交流戦初戦の中日戦から渡辺久信 GM58 が兼任で監督代行を務める試合後松井監督は報道陣の取材にまずは球団に感謝としつつ ファンの方にも熱い声援をしていただいたのに期待に応えられなかったのは申し訳ない、とファンへは謝罪の言葉を口にした。監督業の難しさについて問われると、勝ち負けは監督の責任。赤い選手を育てることも含めて、その中で自分は結果を出せなかった。もっとできたと思うこともあるかもしれないが、その時その時に自分はベストを尽くしてきた、と語った。 選手たちには、勝ち癖をつけることができなくて申し訳ないと話した。もっと一緒にやりたかった。結果の世界なので、頑張ってほしい、と伝えたことも明かした。この日、西武はオリックスと本拠ベルーナ D で対戦。0対1の8回に一挙5得点を挙げ、逆転勝利で2連勝したことに、今までやってきたことが少しずつ結果として出てきた。 若い選手も含めて、今をやっていることを継続してもらいたい、と選手たちへの思いを口にした。松井監督は就任2年目。昨季は65勝77敗1分けでリーグ5位に沈んだ。今季はここまで15勝30敗で勝率、333の最下位と苦しんでいた。